のどうもどうもおみつでーす。はじまりました、はい、何カービィと吉野家満腹大作戦。なんだ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 それ何買ってきました。はい、こちらでったいなーカービィ超かわいいでしょ。え、この袋めっちゃかわいいカービィなの。何あ、めっちゃいいやそれ。やばいでしょ。あ、やばいやばい。なんかちょっとね、これ顔歪んじゃっているけどでも超かわいいじゃん。なんとこちら、はい、吉野家の牛丼です。いや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 、もうお腹空いてた私。吉野家とカービィがコラボ、その名もカービィ丼。え、カービィの肉、ね、やば。今回第1弾がスタートしましてですね、はいはいはい、牛丼一杯に、うん、カービィのフィギュアがランダムで1個ついてきます。え、マジで？絶対いいじゃん。第1弾は4種類。そういう感じなんだ。そうなの。ちゃんとね、うん、フィギュアも、うん、吉野家とのコラボしたフィギュアっていう感じになってまして、うんうん、いいよいいよ、もういいよもういいもういい、早く食べよ、もういいから。それでは、食べましょう。いきめっしょ。おめでとう。どうだ。カービィ並盛り。いいね。うん、かわいい、かわいい。はいはいはいは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 い。イエーイイエーイイエーイ。あ、もう持ち帰りね、そう3つまでしかできなくて。え、食べんの3つも。全然食べれる。あ、牛丼大盛り食べれるもん。だってえ、私もマジ食えるよ全然。はい、じゃあちょっとこれはまあ後でね、なるほどね、開けるという形で。はいはいはい、はい、で行きましょう。行きましょう。マジ全力で待って、バクバク食べなきゃ。肉の感じ見させ、あ、油多い、なんかこっち油多い、こっちにして。あんた、はい、すごすごこだわりすご。ちょっと待って、紅生姜入れさせて。私も入れよう。やっぱ牛丼っていうのはね、紅生姜がメインとなってくるよね。それはキモい。え、紅生姜はあのちょっとでいい。いや、紅生姜の味がね、この牛丼の味を引き立ててくれんのよ。やっぱさ、牛丼ってさ、やっぱさ大手3種あるじゃん。え、すき家、松屋、吉野家ね。そう、はいはい、やっぱ牛丼は吉野家が一番美味しいと思うんだよね。うわ、お前、私そう思ってる。パパの遺伝受け継いじゃってるね。パパがさ、初めてさ吉野家行ったのってさ、パパと来たじゃん。なんかパパが急にさ、今日は牛丼にしようよ。わかるわかる。なんかあの食べず嫌いで牛丼さんはすごい苦手かなと思ったんだけど、食べてみたらあまりの美味しさにびっくりしちゃって。わかるわかる。そっから好き。じゃあ食べるよ。いただきます。いただきます。あーん、アムチアムチ。うまっ。うーん、うまふえー。あー、うまふえ。待って、食えるよね。めっちゃ久々に食べた、うん、うますぎじゃない牛丼って。これは食えるわ、5個。食えるよね、5個食える。やば。アプリティチューアプリティチュー。うーん、ジュースセットか。アップルジューチューだ。サラダセット。あ、サラダとかいらない、マジで。この世は肉でできている。すごい、やだ。え、何臭そう。じゃあ世界から肉しか食べれなくなるのと、うん、野菜しか食べれなくなるの、どっちがいいの。野菜。え、野菜の方がいい。死ぬまで野菜だよ。野菜がずっと食べれる方がいい。え、マジかよ。絶対野菜の方が健康だもん。だってお前とは分かり合えねえよ肉ばっか食べてたらマジで気持ち悪くなるぜ。だってさ、え、うん、死ぬまで肉食えない方が地獄じゃん。嘘。みんなどう。そんなさ、肉だけめっちゃ食べたいっていう時ある。あるだろ。ないんだけど。毎日毎日、あ、今日ステーキ食いたいなとか焼き肉食いたいって思う。なるんだ。え、あんたは。私そっちにサラダの方がある。食べたいなってなるの。マジかよ。サラダ食いてー。おかしいよ、マジかよ。え、いや、同じ感じなんだね多分。そうだよそうだよ。私が肉めっちゃ好きなのと同じぐらい、あと野菜好きなんだ。なるほどね。なるほど、そういうこと、そういうこと。ちょっとは分かるように努力するね。あー、うまっ。うん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 。おいしいってこういうこと。あのさ、私でも牛丼屋は本当にすき家が一番行くかも。あ、そうなの。行くっていうか、そう、すぐ買っちゃう。あ、でもそうかも。すき家で、うん、マグロ丼食うんだよね。え、牛丼食わねえんだ。うん。え、そうなんだ。うん、私は明太高菜、明太高菜牛丼、うん、もう何回も行ってると思うわ、うん、明太高菜牛丼が一番好きだって、うん、でも吉野家ってこの肉の質がいいわ。うまい、ね、うん、なんか肉の質やばくない。肉の味いいよね。わかる、肉の味いいし美味しい、うんうん、あとお米に溶けてるタレの具合もいい感じ。あー、つゆだけにすればよかったな。えー、つゆだけだったら、うん、つゆはこの辺まであんの。ないわ。ないわ。マジ、つゆだくってだってもうお米の味感じないじゃん。食べやすいよ、めっちゃ柔らかくなって。
ないわわかり合えない、あなたとは。あんたとは分かり合えないよ、敵だよ、本当に。ね、私なんか食べ割りそうも。え、はやはや。あ、ほんまほんま。うんうん、波は余裕だよね。うん、マジ余裕。正直。てか待ってよ、お米久々に食べた。え、いつも言ってるよね、おいしいお米って。牛丼って、うん、なんか誰かが、うん、1年間牛丼しか食べない生活やってる。あ、いいよね、なんか。でも、うん、健康なの。だって、だって玉ねぎも入ってる。そうだよ、これってめっちゃ健康にいいじゃん。健康にいいんだよね、普通にバランスも良さそうしね。ギャーン、何卵、ね、なんで生卵じゃないんだろうってね。うん、まあそれはそうだよ、ね、まあいっか。なんかその辺に入ってたやつでしょ。その辺にあったよ、あったゆで卵を入れる。あと私はね、追加でこれも買ってきた。ギャン、紅生姜。すごっ。そうっしょ、牛丼屋で紅生姜もらえるのにさらにそれ買うのすごいね。あのね、やっぱ紅生姜ガチだから。へえ。紅生姜ガチ勢って呼んで、これから紅って呼んで。焼きそばにもめっちゃ紅生姜入れる、うん、めっちゃ入れるよ。めっちゃ紅生姜入れる。まあうまいよな。紅生姜ってなんでうまいんだろう。なんか私生姜あんま好きじゃないのに、うん、あ、紅は好きなんだよね。なんか酸っぱいよね、ちょっとあれっぽいよね。あの、わかる、あれあれ、大根。そう、桜大根みたい。桜大根みたい。あんたも入れる。でもえっか、待ってるか、これ。キムチはキムチ大丈夫。じゃん、あ、キムチめっちゃいいじゃん。いいでしょ。ちょ、もう一個こっち入れるわ。うん、それは大丈夫。あ、え、キムチはいらない。違う違う、あ、それは弁償がやばや。あ、そう、キムチ入れます。キムチチン、やめな何言ってんのウイスキー出ちゃった今。おかしいよ、ウイスキー出ちゃった。ウイスキー出ちゃったな、やばいやつ。やばいやばい、本当にやばい。本当気をつけなかった。あ、何何、私もね、とっておきのトッピングを持ってきました。マジ、こちら。トッピングじゃないだろ、ね、紅茶カレー、アイスアップルティー、新しい。え、うまそう。アイスアップルティーだよ。え、紅茶カレーのアイスアップルティーだよ。え、めっちゃうまそう。ちょっとちょうだい、ちょっとちょうだい。ぬぬぬぬ、絶対美味しい、それ。え、絶対美味しいと思う、うん、あー、だって富士リンゴだもん。はぁ、なるほど。うん、私はね、紅茶家電のミルクティーが好きなんか、私リプトンのアップルティーの方が好きだな。え、終わっちゃったじゃん、これ、バイビーねえ、でも美味しいよ、爽やかで。普通に美味しい。私もね、このカービィのコラボのやつね、お店行って並ぼうとしたんだよ。だってさ、3個までしか買えないからさ、フィギュアが4種類なわけよ、1段が。え、だから欲しかったよね、確かに。でも6個買ったら、まあ食い切れないからよかったよ。まあ今日の私買えなかったの、めっちゃ並んでて、もう本日分売り切れてますとか言われて、うわやばいっすよ。私開店10分前に行って、うん、店内で並んでたから、うん、そこに並んだよ。マジ？そしたら6組目ぐらいだったよ。うん、いいね。オープンしてからみんなゾロゾロ入ってきて、すっげー列になって、よかったね。うん、やったと思って。ちょっと待って、ちょっと早いね。もう食べ終わりました。今味変して食べてるからまだ。今回これカービィだけどさ、前さ、なんかあのポケモンのドンってつくポケモンでなんかやってたよね。カビゴンとかドンゴンヤドン、シビルドンとか。ああ、え、確かにやったよね。うん、やってたかも、うん、ね、まだカービィのどんぶりが抽選で500名様に当たるんだけど、え、それがね、うん、そう、購入した時に吉野家のアプリをダウンロードして、うんうん、そこからポイント掲示みたいな、え、ちょっとお会計後にやり方を知りましてですね、え、応募できなかったんだよね。ねえ、いやマジで本当にね、やだ、いや本当にショック、欲しい、本当にショックだもん。本当にしょ、もう一回行ってきて。やっぱギョロギョロリー、ごちそうさまでした。早く開けようよ、早く開けようよ。ちょっとお腹いっぱいだ、いっぱい。緊張してきた。え、私の狙いはダッシュ。え、ダッシュ確かに可愛い。私はダッシュ、私は満腹かな。ダッシュ出たら私がもらう。満腹出たらあんたにあげるよ。オッケー、じゃあ、おわわってお持ち帰りは私がもらうね。オッケー、え、なんで。よし、よしよし、綺麗になったぜ。よっしゃー、行け、イメージャーガラ、せーの、はい、あ、おい、待って、私のじゃん、やばいやばいやばい、え、熱い、やばい、可愛い、え、マジ可愛い、マジ可愛い、マジ可愛い、やばい、マジ可愛い、くっついてる。え、やった、私の、何これ何これ、超可愛い、超可愛い、超可愛い、超クオリティ高いじゃん、可愛い、めっちゃ可愛い、え、めっちゃ可愛い、可愛いね、何これ、ほら持ってんだよ、ダッシュして持ってってるわ、ほら、わ、可愛い、これは超可愛いっしょ、これはやばいですね、これ一番可愛いでしょ、いや満腹が可愛い、ガチ可愛い。じゃあ次、よし次だ、イエイイエイ、よーし、いいぜいいぜ、いくぜ、いいぜ、せーの、はい、はい、あ、もう分かんない、いきますよ、いいよいいよ、せーの、はい、あ、なに、あー、それは何、吸って
くりみたいな、大慌てみたいな、あ、大慌てだ、大慌てみたいな、あ、大慌てだ、大慌てだ、かわいい、目がすごい、この子もかわいいね、目がすごい、かわいい、こんな目、目に開くんだ、ね、すごいね、うん、ラスト1個なんだろう、待って待って、満腹欲しいんだけど、満腹が出たらもう最高だね、最高だね、でもね、お持ち帰りもいいんだよね、正直、マジかよ、かぶったらどんまいって感じ、かぶったらどんまいすぎる、かぶマジどんまいって感じ、マジでかぶったらどんまいすぎる、じゃあ行くぜ、行くぜ、ラスト賞金、かわいい、いきますよ、かわいいよって、せーの、はい、あ、かぶったじゃん、かぶったじゃん、え、でも待って、一個ずつだから、一個ずつ、まあ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 ね、うわ、私一個ずつ、うわ、かぶった、マジ、ちょ、かぶんのショックだわ、うわ、ショック、ね、はい、ということで、はい、吉野家とカービィのコラボ、はい、8月末まで第1弾、そして9月にはね、はい、第2弾とコラボしてますので、はい、ぜひ皆さんも牛丼いっぱい食べてみてはいかがでしょうか、いかがで牛丼か、チャンネル登録とエクスプローもよろしくね、よろしくね、それではまた次回お会いしましょう、またね、バイバイ、私こいつ、いや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 。